はい、皆さん、こんにちは。今日もアメリカ、米国ですね。カリフォルニア、2月14日、4日ですね。日曜日でございます。サンデーでございますね。大谷翔平はもう今日も元気で、昨日ね、もう皆さんご存知のようにね、ファンフェスタでも大変な盛り上がりでございましたね。もう多分情報がね、もういっぱい情報が皆様に言ってると思うんですけども、まあ今日もちょっと映像が結構いっぱい入ってきておりますので、それもちょっと紹介しながら、行きたいと思います。まあ、簡単に言うと、大谷さんが、まあ、いろんな話をして、その中で、まあね、一平はどこ行ったのかなと思ったら、一緒に来てなかったら、おじさんたちが、一生懸命、大谷さんと一緒に来て、だから、まあ、一平さんは後から来て、ちゃんと大丈夫だったんですけど、それで、まあ、このね、日本人のコンビを紹介するんですね、今日は、このコンビですね。それもちゃんと詳しく、紹介しますね。ファンフェスタの、まあ、映像が公開すると同時に、それと、それからね、この、同リーグの、たくさん、1、2、3、4、4組、4組球団の日本人の選手のコンビを紹介するということで、それからね、ドジャースのね、GM がね、カーショーが再契約の可能性があるという語ってましたね。ということは本人がね、ドジャーズが優勝してないんだけど、レンジャーズは優勝したから、レンジャーズは自分の地元だから、レンジャーズに行くのかどうかっていうのはまだ、はっきり分かんないんですけど、それはもう本人次第でしょうね。ドジャーズとしてはもう彼がこれだけ活躍して、今まではね。だから、まあ、オープンだよと、来てもいいよということで言っておると思いますけどね。それから、まあ、大谷翔平がドジャースの、まあ、すごく、その今後ね、いろんな人がたくさん入りましたでしょ。もうね、はっきり言ってね、エンジェルスともう追って変わりますね。もうバカバカ使って、バカバカ呼んでますもんね。すでにいろんな人もいるけど、さらに呼んでますよ。今日もね、まあ、明日紹介すると思うんだけど、また新しい人を入れたらしいんですよね。だからね、本当にね、もう止まらないというかね、素晴らしいのよね。まあこれでね、どうなるか結果っていうのは誰もわからないんですけど、まあとにかくね、もう大谷さんが多分ここがやっぱり一番にやってると思いますよ、僕もね。はい。だから皆さんとご存知ですかね、ここでこのコーナーで、大谷さんはドジャースに行くだろうって言ってましたからね、それも当たりましたし、今後も大谷さんが活躍するのも楽しみしております。それからね、この、大谷翔平が、やっぱりね、ジョークがね、大好きだったね。大谷さんのジョークは面白かったね。前にね、エンジェルスにいた、アナウンサーがテレビ局にやった彼なんですけど、モタって言うんですよね、なんとかモタさん。で、その方がですね、まあ、いろいろアナウンシングして、ジョークや、お話聞いてたらね、じゃあ、お宅はね、その一平さんとの関係を教えてほしいんだけど、どうなってんのかって、一平が素役するからって言って、大谷さんもいろいろ考えていきなり、いや、彼はね、ただのビジネスライクで、友達じゃないよって言って、それを、普通の関係、ビジネス関係ですよって言って、本人もそれを通訳して、これ笑って、みんなで笑っても大爆笑しましたけれどね。まあ、それもありますので、お送りしたいと思いますから。じゃあ参りましょうか。まずは、ここから。はい、ここですね。ここですね。はい、行きましょうか。それでは、Ladies and Gentlemen, from United States of America, Hollywood, California, Universal Studio,Universal Studio, Hollywood, California, Los Angeles ということでございますかね。そして、ここからガーンと、アメリカからガーンと来て、Japan, 岩手 Prefecture, Fuji, Mount Fuji。これまだ綺麗だね。雪が降っててね、上にね。そして、花巻東高校 Mr. Shohei Ohtani from Los Angeles Dodgers テコピンということでございますけどね。まあ今日も参りましょうか。テコピンなんですけれども、
ここなんですが、テイクオピーの後にね、これね、またね、もう本当皆さんもちろんコーナーでしかないんですけど、We love LA number 17! ということで、17番の大好きだということでございます。そして、これまたすごいんだよ。ロサンゼルスに行くとね、こんな大きなビールがね、そびえ立っておりまして、これはダウンタウンでございますけどね、そのダウンタウンから見るとね、このね、この写真、これはね、最高ね、Love LA Dodgers、Love LA Dodgers ですね。まあこれもまた最高に、この写真でも本当にバチッとこのここ周りがね、ね、テコピンを上から見上げておりますけど、これがうちのコーナーでスタートでございます。じゃあ参りましょうか。まずはこの情報から行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞお願いします。まあ、以前読んだ記事で、高校時代翔平自身は自分が、まあ、バッティングとピッチング二刀流でやるっていう考えはなかったっていう記事を読んだんですけど、実際、まあ、人生のどの場面で、まあ、二刀流でやっていけるなっていう自信みたいなものは、英語を省いてますか？自信ですか？まあ、プロに入ってからもそれはなかったし、まあ、ある程度3年目ぐらいに形になったので、そこからはある程度自信はつきましたけど、またこっちに来ることになって、こっちでまたできるかどうかはまた分からなかったので、それはもう1年1年積み上げた感じかなと思います。まあ、シーズンまだ始まってない、まあ、キャンプも始まってないにもかかわらず、これだけのファンの人たちが、まあ、熱狂的なファンたちが集まってくれて、どう思いますか、こういう時期にこれだけ集まって、あと、まあ、他のチームメートとの交流ももしあれば。あ、はい、まあ、さっきチームメートとは、さっき何人か初めて会った、まあ、ムーキーもそうですけど、初めて会った選手と何人か挨拶して、まあ、ファンの人はそうですね、まあ、今までは敵としてこう圧を感じることが多かったですけど、まあ、これからはこう背中を押されるのを考えると、まあ、すごい心強いなと思います。まあ、いろんな選手が翔平のことをいろいろ言いますけど、去年オールスターで翔平にどの選手が気になりますかって聞いたとき、ムーキー・ベッツ選手って答えたんですけど、なぜ彼を選んだんでしょうか？なんか何をやらせてもこうトップに行くんだろうなっていう、そういうなんていうんですかね、まあ、センスというか、何をやってもこう吸収が早いんだろうなっていうような、まあ、プレイヤーに見えるので、やっぱそこは、まあ、持って生まれたものというか、うん、なんかそういうものがある方だなっていう印象は強いかなと思います。なるほど。まあ、今までいろんな大きな試合に出てきたと思うんですけど、もちろんドジャースに来たからにはもう優勝しかないので、優勝しないともう失敗みたいな扱い、それぐらいファンの期待が大きいと思うんですけど、まあ、そういう期待をどういうふうに受け止めてますか？まあ、楽しんでるというか、どういうふうに感じてますか？まあ、楽しみたいなという思いは強いですけど、まあ、当然そうならない場面とかもあると思うので、まあ、そこはもう受け止めていくしかないかなとは思ってますし、まあ、個人的にもやっぱり優勝しないと失敗なのかなとは思うので、まあ、オシーズンというか、まあ、ポストシーズンまだプレーしたことないですし、まあ、まずはそこで勝つことですけど、まあ、最終的にはやっぱりワールドシリーズで勝ちたいなっていう思いが強いなと思います。もちろん今リハビリ中で、まあ、25年まで投げない予定なんですけど、ここまでリハビリ、投げる方も打つ方もどんな感じでしょうか？まあ、打つのはもうすぐ100になると思うので、まあ、これから何もなければ開幕に間に合うんじゃないかなという手応えは感じてますし、ピッチングに関しても1回目の手術よりはだいぶ感触はいいので、まあ、当然焦ることはないですけど、プラン通りに行ければ来年にしっかり間に合うんじゃないかなと思ってます。ケリー選手の奥さんが、まあ、SNS でああいうバズった動画を出して、まあ、そういうのもあって今結構かなりポルシェの方が注目されてますけど、あれはどういう経緯なんでしょうか？まあ、まず僕が見た中で最高のビデオだったなと思うのとまあ、なんでしょうね、背番号ってやっぱり選手にとってはそれぐらい価値はもちろんあると思うので、積み上げてきた価値ってあると思うので、まあ、そこに対する、まあ、お礼というかありがとうございますっていう感じです。どうじゃせよくそ。Yes. That? Right? That's perfect. Yeah, all right. Yes. Well done, Nomar, as well. Yes. Thank you so much, guys. We appreciate it. Looking forward to a great 2024. はい、ということでございましたね。Thank you for looking for a great 2024. 2024年をもうとにかく良い。で、彼たちがもちろん絡んでましたけれども、まあ、大体、申し訳ないんですけど、日本の方が見ていただくので、とりあえず英語の方は外させていただきました。で、こちらはちょっと英語出てくるので、少しね、あれですけど、これも行きましょうか。はい。まあ、ね、ご存知のこの方ですね。はい。Hey, thank you.
All right. You want to come this way? Just a tad. All right. Joey, this is your first Dodger Fest 2024. The season's around the corner. How would you describe just this atmosphere that you feel here this evening? 初めてのドジャースのファンですね。まあ、今シーズン、まずなんですけど。お客さんが入った状態でここにドジャースの映画を見て立つのが初めてなので、まあ、楽しめたらいいかな。It's my first time standing in front of all the Dodger fans with my Dodger jersey on, so it's a great feeling and I can't wait. You've been here, it seems like, almost every single day you're wearing your body for this season. What has it been like getting to know our training staff? Why are you still here? Just go there. Just go there. Come on then, play some stuff. まあ、まだ会ってない人何人かいますけど、まあ、何人かいたというか、まあ、いいコミュニケーションを取りながら、シーズンに向けて、挑戦したいなと思います。I didn't get to meet the whole staff yet, but I got to meet most of them, and they've been really great so far, great communication, so looking forward to working with them. And then just quickly, you mentioned this is your first time with your Dodger jersey in front of all these fans, so your first impression so far of the Dodger fans? It was awesome. 興味が強いし、第一印象。もうまだここにしか来てないので、これからかなと思うんですけど、あ、まあ印象としてはやっぱ熱狂的なので、そうですけど、野球への熱が高いなと。野球が高いな。確かに高いよね。I know the Dodger fans are really passionate and excited about the team. So, hey, visually and as a team, what would you consider to be a successful next 10 years for the Dodgers? 個人的にもチームとしても、もう10年間で。何を成し遂げたら成功できるか。10年間ね、はいはいはい。まあ優勝一択じゃないかなと。もう優勝しかないね、確かに。まあどっちもそうです。そのためにみんな頑張ってて。今のように調子がすごいので、とにかくワールドシリーズで優勝する。How important was it for you to be back? Standing after they signed you. やっぱ優勝だと思う。続けてましたけど、それを見たことがあります。まあ、吉野も決まりましたし、まあ、その他も、まあ、大型契約の選手たちも来ることが決まってますし、まあ、個人としてはすごい楽しみな、単純にそういう選手たちと一緒にプレーできるっていうのは、自分にとっても素晴らしいことです。Obviously, there was a big sign in the alma mater right after me, and several of the other signings followed.I'm really excited to get to play with all these guys and still that the team is trying to win, which is my best. I'm really happy. I'm going to be in the game to the season 2, hopefully, the battle to get in the game. So, the situation is good. The start is where it is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 .You guys have been playing really well. So, as long as I get to help you, as long as I'm ready by a sports team, I'll be playing off the field. Thank you. Now, Pete, 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 Pete,That's where he flips and flips and feet. Once we get to Arizona, I think it's a fun reason to show you. I know you've been famous since like high school. I'm not sure if you're famous at the moment. But it seems like kind of the hysteria around you has kind of jumped up another level since you signed with the Dodgers. How do you, have you experienced that? How are you dealing with that? Does it make you nervous at all going forward? People do kind of you, man.メディアからチームを伝えてきましたけど、パリオガーズに入ってそのチームが次のレベルさらに上がったのでそういうのは結構感じてますね。どういうふうに対応してますか。まあ、FA 期間を挟んでるという意味でも、まあ、報道の量とかね、もちろん違いますけど、初めての FA だとそういう意味ではまあ違うとは思いますけど、実際まだプレーしてないですけど、まあ、まだなっていうことはあるんですけど、まあ、そういう多くのファンの期待に応えたいなという意味でも、後ろ構え。
Sorry, so all the attention, I feel like the PvZ has a lot to do with the game called Action. And I still haven't played the game of all you I still need to play the game of all you to have to do with the game. うるさいんだよ、周りがね。あの、ファンフェスティバルになってるから。だから、やっぱり、一平さんも聞きづらいんだよね。私もなんか聞きづらいんだよ、こういうみんなの声聞いてて。リハビリはどういうの？あ、リハビリについて。始まると、まあ、投げるもんリハビリって、まあ、カリスローインから始まって。カリスローインからね。まあ、実際にその、ライオビーピーとか投げる時期って、まあ、シーズン中はまずバッティングシーズン。Awesome. Let's talk about my only program was to get to Arizona. We kind of go from there. We haven't really scheduled anything too far ahead, like IBPs or anything. So we're going to go by year. The main focus is going to be on paying, obviously, throughout the year. So, and we're going to try to ease in the pitching program throughout the year. Actually, I'm confident that you'll be ready by. まあ今のところ間に合うんじゃないかなと思って、本当に予定通りに来てる、まあ、早めてもいないし、遅めてもいない、まあ、このまま進めていけば、まあ、開幕には間に合いますということをおっしゃってるんですけど、早くもないし遅くもないし、なんとかうまくいけばそのままいけますよということでございます。いや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 、周りがすごいね。でもね、なかなか聞こえないということでございましたね。今日はビデオがちょっと申し上げます多いから、次はこちらでございます。はい、どうぞ。All the big names, but we begin with the general manager of the Los Angeles Dodgers. It is Brandon Gomes. How about this scene behind you with all these fans? This is some kind of impressive. Really exciting going on right now. First off, it's great to be here. What a turnout. Incredible. This is crazy. Yeah. Sellout, 35,000. 35,000. Yep. Yes, so that's a big number. This is incredible. I've never seen anything like this. The amount of excitement. Everyone's just ready to go, and I think the build-up from this into spring training into the season, it's just elite. You don't experience this anywhere else. You know, this is a one-of-a-kind thing and place where the fans and just even the travel last year, you saw like going on the road and how many people just came out in like the sea of blue, that the amount of support you got wherever you went. Even like cross country, I remember last year, the amount of support we got. They're everywhere. No, it's awesome to feel this energy out here at Chavez Ravine. It's not a game today, but we get to see the Jason fans and have Hayward fun with them and actually walk amongst them out here in the outfield. It's super special. It's incredible. Hayward. I think growing up, too, going to games, it was glass, it was just such a vibe all the time. It was crazy. The support is incredible. You know, walking down, like anytime you pop your hat on, everyone screams and everyone just. It's great to be a part of. No, that's what makes it special to be here. And that's why you guys want to come here. You know, just this fan base, whether we're at home, on the road, you know, we're packing out every stadium. They're loud. They love cheering us on. You know, it's just, it's a true blessing to get to play in front of everybody here. And especially at this stadium, it's just, it never gets old. It is Mookie Betts joining us Mookie here. Betts, man. Boy, what a reception that you've gotten and Freddie Freeman and all the guys have gotten all throughout the day. 35,000 strong. This is pretty cool to be out here for this. Yeah, this is super cool. And it just shows you what it's like to be a Dodger. And I love it. I was able to meet my teammates today, including Mookie. So that was really good to get to get to know him. I was always facing the Dodger fans, and now they're gonna have my back, so it's gonna be a lot easier and exciting. It's my first time standing in front of all the Dodger fans and with my Dodger jersey on, so it's a great feeling. Wow, 面白いね。日本語から彼が英語にして日本語にまたするということで、すごいものでございます。はい、それでは行きましょうか。はい、大谷翔平の開幕に間に合うとこうとおっしゃってましたね。では参りましょうか。はい、どうぞ。大谷、開幕日に DH の準備ができると非常に自信がある。うん。ロサンゼルス2024年シーズンが始まるが、2度目の右肘手術から回復中の大谷翔平が今年はマウンドに立たないことがすでに分かっている。しかし、大谷はメジャーの他の選手とは異なり、打席で依然として大きな影響を与える能力を持っている。
2023年シーズンを短くした怪我からの回復が続いている中、大谷は土曜日のドジャーフェストで、シーズン開幕の3月20日のソウルでのパドレス戦でチームの指名打者になることに、非常に自信を持っていると明かした。韓国。予定通りです、と大谷は通訳の水原一平を通じて語った。我々は進んでいるわけでも、遅れているわけでもない。予定通りです。今後も挫折がない限り、準備はできています。大谷は12月にクラブと契約して以来、ドジャースタジアムでトレーニングを続けている。アメリカンリーグで2度の最優秀選手に輝いた彼は、フリップやティーショットを打っていると語った。来週キャメルバック牧場に到着したら、チームとスーパースターが集まり、回復に向けた次のステップを決定する予定だ。まずは打撃練習でマシンを打ち、その後春にかけて実打練習を行う予定だ。大谷は2025年に投球できるよう、肘のリハビリとバランスを取らなければならない。アリゾナに着いたら投球プログラムを開始して、そこから行くつもりです、と大谷は語った。ライブ BP などの予定は特に立てていません。それで、キャンプ中に耳でそれを演奏するつもりです。言うまでもなく、主な焦点は年間を通して打撃にあり、我々は年間を通して投手プログラムに少しずつ取り組んでいくつもりだ。ドジャースは現在、大谷がシーズン初めからラインナップにいることを望んでおり、おそらく期待しているが、土曜日のドジャーフェストではチームの打順がどうなるかについて多くの話題があった。ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は、それについてはあまり考えていないが、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、大谷という3人の MVP をどのように並べるかを決めるのを楽しみにしていると語った。しかし、ロバーツがファンにアンケートを行ったところ、出席者はベッツ、大谷、フリーマンの順で起用することに投票した。大谷2番だった。私にとって、それは単に彼らと会話することだと思います。そして、最初からそれを決めて、初日の最初の3人が全体を通してシームレスになるだろうというつもりはないと思います。今季のことだ、とロバーツは語った。そうなるかもしれないけど、ムーキー、フレディ、翔平には会話に加わってほしいんです。ベッツは、2020年にドジャースに入団して以来、キャリアのほとんどとすべての試合で打線のトップに立っている。確かにね。23年のナリーグ MVP 準優勝者は、今シーズンどこで打つかは気にしていないと語った。キャリアで二塁打と三塁打を打ったフリーマンも同じ気持ちを語った。誰もが尋ねるが、22年に私は2番打者だったので、トリー・ターナーと少し交代したとフリーマンは語った。どうなるか見てみましょう。スプリングトレーニングで何かを見つけて、それが非常に非常に非常に長い間機能することを願っています。それは良い問題だと思います。ということでございます。ということは、僕は大谷さんは3番と思ってましたけれども、2番に入ってくるということですよね。で、ムーキー・ベッツが右で、大谷さんが左で、もう一人彼も左。これは面白いね。そうかな。まあいや、ちょっと行きましょう。これもあります。はい、どうぞ。まあ、お客さんが入った状態です。It's my first time standing in front of all the Dodger fans and with my Dodger jersey on, so it's a great feeling and can't wait. Yeah, I didn't get to meet the whole staff yet, but I got to meet most of them and they've been really great so far. Great communication, so looking forward to working with them. I just got started, so I can't really tell you right now. Probably a little later, but...まあ、みんなに会えると思います。Dodger fans are really passionate and they're excited about the team, so I feel the same. I think the only choice is winning the World Series. And, I mean, that's every team's goal. It's definitely one of the bars, and it's the biggest one. はい、これはまあ同じようなものなんですけど、ちょこちょこっとはやりましたね。それでは、3人、これはドジャーズね。大谷山本、カブスは鈴木今永、パドレスはダルビッシュ松井、メッツは千賀と、そして藤浪ということになっておりますけど、はい、行きましょう。はい。ナリーグ同一リーグで史上最多対4球団目の日本選手コンビ。オリオールズから FA となっていた藤浪晋太郎投手29が2日、
日本時間3日、メッツと契約合意した。年俸$3,350,000、約$4,960,000の1年契約で、登板数に応じて最大$8,500,000、約$1,260,000の出来高もつく。身体検査を経て正式契約を結ぶ運びで、所属先未定だった日本選手大取りでの決定。昨季75勝87敗の地区4位に沈んだチームで、エース格の千賀滉大投手31と共に、再建への重要ピースに指名された。これまで同一シーズンで誕生した日本選手コンビの最多は08年の6チームで、ヤンキース、松井秀喜、井川系、レッドソックス、松坂大輔、岡島秀樹、マリナーズ、一郎、城島健二、フィリーズ、田口壮、井口忠人、ドジャース、黒田博樹、斉藤隆、ロイヤルズ、野茂英雄、矢蓋和彦、で日本選手が共にプレーした。今季のナリーグはこれでドジャースに大谷と山本、パドレスにダルビッシュと松井、カブスに鈴木と今永と、歴代最多タイの同一リーグ4チーム目の日本選手コンビが誕生した。当時はアヨン、何にリーグが分かれ、同一リーグで4チームは同年と12年に並んで史上最多となる。ということでございます。で、私の方でもちょっとね、去年と同じようなね、アメリカの、この地図にね、ちょっと合わせる。まずはね、じゃ翔平と吉信さんは、まあ、こっちカリフォルニアですよね、これ、東側、こっち東側、こっち西側。そして、こっちドジャースですね。はい、彼、吉信さんのこの二人はドジャース。そして、ユー・ドービッシュとユキさんは、これ、同じ例なんですけどね、ジャイアンツだとか、オークランド・エイズ。今度、オークランド・エイズが、あっちに行くんですよね。隣の州に行くんですけど、ハリウッドじゃなくて、とにかく出てきたらごめんなさいね、そこに行くんで、そして、エンジェルスはそのままで、ドジャースがここにあるわけだから、ということで、彼たちはサンディエゴパドレスということで、これは南の方なんですね。メキシコに近く。はい。ということで、あとはジャイアンツにはね、この、まあ、こっちにはグループには メンバーには出てないんですけど、まあ、多分2軍だと思うね。吉、つつごさんがジャイアンツに入っていると。そして、こちらのグループは、聖夜鈴木さんと、今永翔太はね、これはカブスに入っております。これはまあ、2時間違うんですよね。カリフォルニアから来るとね、うちの2時間。ちょうど真ん中あたりぐらいなんですね。そして、こっちの2人。まあ、まだ彼がね、帽子が変わってないので、オリオールズの帽子にしておりますけど、まあ、コーダ・センガイと、新太郎、安倍じゃないや、新太郎・藤波ということでございます。この2人は、ここ、メッツにいますね。はい。それ以外の方、このコンビ、1,2,3,4 というコンビなんですね。それ以外に、じゃあ、シングルは、トロントブルージェイズには、菊池雄星さん。そして、前田健太さんは、デトロイトタイガーズの方に行きまして。そして、吉田正尚さんは、どこ行きましたか？あ、ここですね。この線がガーンって言って、ここに線がちょっと、ないけど、ここですね。レッドソックスの方に行っております、彼はね。そしてね、この神様じゃなくて、小笠原さん。こちらと、このジュースコさんはまだね、多分招待客で決まったら行くと思うんだけど、彼は、タンパベイレイスに入っておりますが、まだ2軍で招待で、まあ、なんとか見せてくれれば、また入れると思うんです。彼もそうなんですけどね。まあ、ということで、このような感じになっております。いや、もう本当にね、カップル、トリプルなんかいろいろ増えていくと思いますけどね。はい、ということで、次はじゃあこれでございます。この人はどうなるやら、はい、行きましょう。はい。ドジャース GM、うん、カーショーとの再契約の可能性は残ると語る。うん。2月3日、ドジャースはカーショーとの再契約に前向きな姿勢を崩さない。クレイトン・カーショーは2024年にドジャースかレンジャーズの2チームだけを検討している。それは速報ではありません。
カーショーは自分の選択について率直に語った。カーショーが再契約した場合、今季はロサンゼルスで17年目となるが、ドジャースの GM ブランドン・ゴメス氏によると、ドジャースはこのオフシーズン、山本由伸とジェームス・パクストンと契約し、タイラー・グラスノーとトレードしてローテーションに大幅な補強を行った。うん、さらに、大谷翔平は右肘手術から完全に回復すれば、2025年シーズンに間に合うように本格的にマウンドに立つはずだ。間に合うように、ね。しかし、それは多くの不確実性を伴うグループでもあります。うん、グラスノーとパクストンにとって怪我は頻繁に厄介な問題となっている。MLB 史上最も高額な投手契約のオーナーである山本は、まだ大リーグレベルでのテストを受けていない。うん、確かに、ね。このトリオ以外にも、ウォーカー・ビューラーがトミー・ジョン手術から復帰し、ボビー・ミラーはメジャー2年目に入ったばかりで、うん、チームはダスティン・メイとトニー・ゴンソリンがそれぞれ昨年肘の手術を受けたため、今シーズンのほとんどまたは全てを欠くことになる。カーショーはまた、今年の大部分を欠場することになる。同選手は11月に肩の手術を受けており、シーズン後半まで離脱することが予想されている。しかし、彼は今夏のどこかの時点で復帰することを約束しており、その復帰には再びドジャーブルーが含まれる可能性がある。はい、ドジャーブルーが含まれるかどうかっていうことでございます。はい、続きまして、こちらでございます。はい、行きましょう。どうぞ。はい。大谷翔平ドジャースの大補強に、すごく楽しみ、うん。自分にとっても素晴らしいこと。米メディアとの一問一答。うん、ドジャースの大谷翔平投手が3日、日本時間4日、ドジャースタジアムで開催されたファン感謝イベント、ドジャーフェスタに参加。日米メディアの取材に応じ、今オフ、空前絶後の大補強を行ったチームについて質問が及んだ際には、個人的に楽しみ、一緒にプレーできるのは素晴らしいこと。と語った。うん、それはそうだよね。以下、大谷と米メディアの一問一答。ほぼ毎日のように球場に来ていると思うが、トレーニングスタッフとの関係性とかどうか。まだ会っていない人も何人かいるが、ほとんど挨拶はした。うん、コミュニケーションを取りながらシーズンに向けて調整したい。うん、ドジャースファンの印象は？印象としては熱狂的。シーズン中もそうだが、野球への熱量が高い。ここ10年で何を成し遂げたら優勝と言えるか。優勝一択じゃないかなと思う。そのために、どのチームもそうだが、みんな頑張っていると思う。ドジャースの大型補強を見てどうか。由伸も決まりましたし、その他の選手も大型契約の選手も来ることが決まっているし、個人としてはすごく楽しみ。単純にそういう選手たちとプレーできるのは自分にとっても素晴らしいこと。うんうん、リハビリの状態と現状、フルで打者として出られるのか。状態はいい。スタートがどこになるか次第。スタートを最初に行けるなら、最初から最後まで全部出る予定。うん、まずはスタートに合わせていくのが目標。うん、リハビリはどの段階？今はティート。アリゾナに入ったらマシン打撃が始まる。高校の時から有名で注目されたが、ドジャースに入ってさらに注目度が上がったと思うが、どういう風に対処しているか。FA 期間挟んでいるので、報道の量とか、初めての FA だったので、違うとは思う。実際にプレーしていないので、そこは何とも言えないところではある。うん、多くのファンの期待にまずいらえたいという意味でも、まずフィールで結果を出すことに集中したいなと思う。投げる方のリハビリは？アリゾナで始まる。軽いスローイングから始まって。ライブ BP とか投げる時期は決まっていない。シーズン中は打撃に集中して、練習の段階でちょっとずつ伸ばしたい。開幕に間に合う自信は？間に合う自信。今のショマに合うんじゃないかなと思う。うんうんうん、今のところ予定通りに来ている。早めてもいないし、遅めていない。うん、このままスムーズに行けば入れる、うん。はい、ということでございます。そしてですね、皆さんね、まだね、あるんですが、
あとはね、残りはですね、要するに、まあ、1番、2番、3番でも、私はね、大谷さんが2番だことはこう3番になってるんですけど、この情報とですね、まあ皆さんこれ私でも作っておりますけど、これはもう時間となってまいりましたので、また明日のあれに1番トップ2枚入れさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでこれにて、皆様とさよならとしたいと思います。そして皆さんからの頼りとか来てれば、今日はちょっと見ることができなかったんですけど、あればまた明日に入れさせていただきたいと思っております。皆様のいつものコメントと、そして、チャンネル登録をいつもありがとうございます。感謝いたします。それでは、まあ、いつものところでですね、ここで皆様とさよならにさせていただきたいと思います。こういったかな、これではないですね。はい、ちょっといきましょう。はい、ここですね。はい、ということで、それでは See you later Alligator。 はい、それでは See you later Alligator。 それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。